リト君、今みんなとヘアスタイルについて話をしてるところなんだ。私の髪の色ちょっと変えてみようかな。アスナにいじられたヘアカラーだけど、そろそろイメチェンもいいかな、なんて。そういえば私がやったんだった。あれからずっといじってなかったしさ。確かにたまには気分を変えてみたくなりますよね。そうね。私ももう少し動きやすいよう束ねようかな。私、パパに髪の毛すいてもらうのが大好きです。パパは髪型変えないんですか？もう、キリト君なんでそんなに無関心かな。髪型って自己表現の一つでしょ。それってすっごい大事なことだよ。前髪の長さが少し違うだけでもすごく印象が変わるんだから。キリトさんはどんな髪型が好きですか？なあにシリカ、キリトの好みに合わせようとしてる？参考に聞いてみただけです。もしかしたらその髪型にしてみるかもですけど。ツインテールが好きってこと？この髪型がですか？それってつまり見慣れてるだけってことじゃない？もうシリカちゃんが真面目に聞いてるのに。イメージとして定着しちゃっているっていうのはわかるけどね。でも女の子は男の子に褒めてもらいたくて何時間も鏡とにらめっこするものなんだよ。そうそう、キリト君はちょっとデリカシーに欠けるんじゃないかな。でも案外こういうやつに限ってイメージチェンジした女の子に簡単に転んだりするかもしれないわよ。私もシノさんみたいにショートにしてみようかな。シリカは今のままがいいと思うけど。シノさんもそう思うんですか？でもこれちょっと子供っぽいかなって思ってはいるんですけど。シリカの髪型で好きな部分があるのよ。何がですか？ちょっとその場でぴょんぴょん飛んでみて。ゆさゆさが可愛い。どういうことですか？なるほど、束ねた髪の房が揺れるのがシノノンはお気に入りなんだね。なんかね、揺れるのって目を奪われちゃう感じがする。パタパタパタってウサギさんのお耳みたいです。自分じゃ全然わかんない。あ、そうだ、リーファも髪束ねてるよね、ポニーテール。ちょっと飛び跳ねてもらってもいい？こう？確かに髪の毛がゆさゆさしてかわいい。来るとは思わなかったわ。ぽよんぽよん跳ねてます。リーファちゃん、ストップストップ、胸が揺れてる。
けど、あんだけ大きく揺らされたらさ、揺れるものに目を奪われる。ものすごく納得しました。でしょ、シリカはその髪型じゃないと揺れるものがなくなっちゃうから、そのままの方がいいよ。